もう内緒です。こんな行きます。え、これに消費税つくんで。これってどういうこと？ちょっと値段はっきり申し上げますけど、竹さん今もうテンション上がってますけど。おはようございます。俺の本来今日は査定に行くよ。よっこら小一。いや今日はね、あのエクシブコーポレーションさんっていうところにあの車の査定を出しに行ってきます。この本田 E さんまだ2000キロちょいしか走ってないんですけど、あの売ったらいくらになるのかなという、今日はそんな動画でございます。それでもね、早くあのこのマンション内に、コンセントがつかないとね、本当に売っちゃうよっていうねぐらいのちょっと厳しさではありますが、早くコンセントつけてくれって感じですよね。では行ってみましょう。あ、走行距離もう2500キロ走ってました。OK、ホンダ、エクシブコーポレーションまで案内して。では行ってまいりまする。はい、高速道路に乗ってまいります。いやー、いい車ですね、ホンダ。本当にこのストレスのないこの走り、踏んだら踏んだ分走るっていうね、あのやっぱね、この EV 車っていうのはすごい、このガソリン車とかまあ比べてやっぱ格段にあの乗り味っていうのが良くなりますね。どんどんね、値段の方もね落ちていくと思います。このホンダ E がちょっとね高かったですね、450万。これねちょっと1年後にもう一回査定したらいくらになるかっていうのもやってみようと思います。いや、ほぼほぼ400万ぐらいで売れたら御の字かなと思うんですけど、いやー、400万はないか、売り値で400万ぐらいじゃないですかね。なのでまあ想像は350あればいいかな。いやー、300万、いやー、わかんねえよ、本当にこればっかりはわかんねえよということで行ってみましょう。いやー、一体ねいくらになるでしょうね、楽しみですよね。あの私ね、こういった電気自動車や車の動画よく出しておりますので、まだチャンネル登録されてない方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。動画のね最後に、リーフの買取価格も調べましたので、ぜひとも最後まで見てくださいね。はい、ついに着きました。エクシブコーポレーション。あ、どうもどうも、お久しぶりです。久しぶりです。あの店長さんですよ、ね、店長です、店長です、はい、店長ですのカズさんです、はい、今日はあのホンダ E をあの査定してもらうということで、はい、ちょっと、はい、お高くどうぞよろしくお願いします。頑張ります。多分この情報世界初だと思います。そうですね、まだ出てないですね、全くデータが。あのちなみにこういったすごい、これうわ、ポルシェ、ポルシェとかオベンツとか、あ、なんかマセラッティとかある、はい、ちょっと高級会社を取り扱ってる会社になりますね。でも今まで電気自動車って、はい、あの査定したことある？いや、初ですね。初でも、はい。じゃあちょっとドキドキしますけど、はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ミラーが、そうそう、ミラーレスでね、はいはいはい。これってさ、なんか何キロ以上で急に査定が下がるってあるの？いや、特にはないですけど、やっぱ1万キロかどうかがやっぱり新古車かどうかの結構違いが、5000キロ1万キロぐらいですね。あ、5000キロ1万キロで一、まあ、つ区切りがちょっとは出ちゃうかなと、そこからはあんまり1万キロから2万5000ぐらいまではそんなに大きな差は出ないですね。うーん、まだ新車の香りが、はい、新車って書いてある、新車って書いてある。12月6日、ほんと2ヶ月ちょっとぐらいですね。ではお邪魔します。あれ、そんなんあるの？もうすでに出てるってこと？アドバンスだけ1台だけ。そうなんや。アドバンスって新車495万円で、そうですそうです。大体全部入れてどれぐらいするもんなんですか？プラス20万ぐらいかな。あの最初から結構ナビとかついてるから。うんうん。補助金とかって出る？補助金は出ます。ただ距離が、はい、アドバンスの方が走る距離が短いんで、はい、補助金も少ない。ちなみに滝さんは総額でバキュンバキュンバキュンでいいんで総額で470ぐらいでしたね。あ、なるほど。でそっからまあ補助金引いてみたいな。補助金、ちなみに補助金ね、今23万が国からで、はい、あと
神戸市がまだもらえてないっていう感じですね。まあ、プラス20もらえるかなっていうところですね。おお、結構大きいですね。うん、まあでも今80万もらえるっていう噂もありますけど。そうなんですか。いや、あのソーラーパワーつけたらいけるみたいです。はい、なるほど。ちょっとお値段の方なんとなく出してみました。こんなんほんまにつきます。これすごい、いきます。アドバンスすごい。ちなみにアドバンスでもう内緒です。こんないきます。これに消費税つくんで。これってどういうこと？80万。マジで、はい、それに 消費税入ります。8足すんで18万つきます。あ、っていうことは新車より高いんじゃん。そうです。プレミアムマジでついてます今。マジで、はい。は、はい。じゃちょっと値段はっきり申し上げますけど、竹さん今もうテンション上がってますけど、はっきり言ってプレネついてます。マジで、はい、マジか、はい。これちょっとモザイク、ほとんどモザイクでごめんなさい。うわー、プレミアついてます。すごい、はい。だって消費税別やもんね。そうです。なんで竹さんのも僕は新車と同じぐらい、その竹さんが買われた金額、はいはい、補助金マイナスマイナスぐらいの値段では取りたいなって思います。おお、ちょっと待って、これしかもちょっともうちょっと情報見れるの、これアドバンスだけなんですよね。アドバンスの719キロです。719キロか。あんまり2500変わらん。多分変わらないと、もう欲しい人はすぐ欲しいと思う。結構これ納期ってかかります。納期かかる。あ、なんで今ね、しかも限定仙台で年間も1000台以上になっちゃってるから、はい、もう欲しい人が次、うん、台数がかなり少ないと思う。少し高くても欲しいっていう方がいる。せやな、せやな。これしかも同じ色やんか。そうです、ホイールが違うだけで。そうです。マジか、はい。マジで。マジです。どうか、じゃあ本気の査定でよろしくね。はい。普通のホンダ E で451万円。これ税別、税込みやな。あ、税込みか。ちょっとどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。ズバリで いきます。それとズバリ、ちょっと待ってよ。はいはいはい、どうぞどうぞ。ちなみに新車で買われた時、まあ、補助金とかもろもろ入れると、はい、金額的にはまあさっぴいたら、はい、まだ半分しか補助金もらえてないけど、はい、まあ450万ぐらいですかね。はい、さっぴいて。なるほど。込み450ぐらいですね。はい、まあズバリ、あのうちは、はい、430万円。430、はい。ということは、それが買い取りってこと。買い取りだと430万円ぐらい、ね、はいはい。430万で買ってこれるってこと。はい。それをじゃあお店に出すのはまあプラスするってことだよね。それはおいくらぐらいで出そうと思ってますか。いや、想像がつかないんですよね。全くつかないですけど、まあ460万ぐらいか、70万ぐらいじゃないですかね。で、走行走ってるのに2500。まあそうです。それでもちょっと早く欲しい方にはっていうぐらいですね。そっか、今買われへんもんね。そうです。で、台数もちょっと少ないので。そうですね。なるほど、はい。ちょっと想像してたより、はい、想像してたよりちょっといったな。いや、本当に。え、430、はい、マジ、はい。じゃあと車買えるんちゃう。買い替えていただけますか。マジで、はい、430万か、はい。現金で。現金です。現金で。これビットコインにしましょうか。あ、ビットコインでもいいかもしれない。今上がり続けますからね。落ちるかもしれんけど。マジで430、はい。いや、想像は、はい、300後半や。はいはいはい。390万ぐらい、まあ、400いったら御の字かなと思ってたんやけど、はい、やっぱ想像以上の、はい。まあ、やっぱ理由はさっきの、やっぱり、数がやっぱり少ないのと、うん、の早く乗りたいという方もやっぱりいらっしゃると思うので、うん、そういう意味ではそれぐらいで取ってもいいのかなと。なるほど。もう全然売れなかったら僕が乗ろうと思うので。マジでたくさんなんで。家にコンセントあったっけ。ないです。じゃあやめといた方がいいの。作らないといけないですね。やめといた方がいい。じゃあ今日は、はい、あのなんとホンダ E の買い取り価格430万円でした、はい、という動画でした、はい、皆さん、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いします。ここをクリックすればチャンネル登録はできます。あとベルマークもよろしくお願いします。そして、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあね、ボーイ。はい、じゃあベンツに行きましょう。はいはい、行きましょう。
ちなみに日産のリーフはおいくら万円ぐらいでしょうか。令和元年式で、ね、はい、もう一番新しいので一番新しいやつで大体300ぐらい。あ、300ぐらい、はい、リーフはそれなんか2種類あって、はい、なんか距離走れるやつと走られへんやつが、うん、不人気の赤でも G の白と変わらないんで、うん、300万ということはリーフよりは良さそうな気がする。いや絶対高いです、だ台数がないですもん、うんうん、珍しいのとあと可愛いですからね。可愛い内装のあのウッドがいいですよね、うん、リーフだと内装がねどうしても普通の感じになっちゃうんで。ああ、ここはね、はい、もうパネルやからあれおしゃれなんで女性からもね、うんうん、乗りたいっていう声もあると思いますし、すごい、はい、ありがとうございます、はい、430だから余裕で買える。お釣り返ってます、ね、ほんまや。あ、39万。はい、嘘。はい、本当です。マジか。はい、これ安いな。これいいから新車800万してますから。あ、これなんか懐かしいな。これ新車800万だ。これ800万してます。すげえ。